30歳、40歳、あるいは50歳からトレーニング始めるって方、とても多いと思うんですね。食いまくってトレーニングとなりますと、ただ脂肪がつくだけ、客観的に判断してくれる人が必要になってきます。皆さんこんにちは、山本義則です。今回はですね、トレーニングをしてるけれども、なかなか効果が出ないという方、そのような方がどうすればいいか、ということについて武田子さんからですね、いろいろ質問を受けながら回答していきたいと思います、はい、そもそも的なところになっちゃうんですけども、正しいトレーニングが例えばフォームだとか種目選択量ですね、できてない人が非常に多いんじゃないのって感じるんですけど、先生これどうでしょう。一番大事なのはやっぱりフォームです、フォームはですね、どうしてもあの普通の YouTube の動画とか見ていてこの通りにやってるつもりではあっても、ちゃんとできていないことがとても多いんですね。トレーニングのプログラムですとか、量をどのようなエクササイズの組み合わせにするのか、このあたりもかなり情報に流されてしまってですね、自分にとって合ったものだったらいいんですけれども、自分の憧れている選手がこうしてる、だから俺もこうしてみようみたいな感じでやってる人、最初はそれでいいんです。最初は真似から入るのでいいんですけれども、その人のレベルと自分のレベル全然違いますよね。それなのに全く同じことをやってもダメです。例えば、プロ野球選手のトレーニング方法を小学生までやってもうまくいかないということは絶対ありますので、まず自分にとって正しいトレーニング方法ですとか、あとはトレーニングのフォームですね、それを見つけていかないとかなり遠回りになってしまう。あとフォームの方もですね、初心者のうちに変なフォームを身につけてしまいますと、ある程度中級レベルになってもそこから脱却することができない、悪いフォームのままずっとやってしまう、癖がついちゃうということが問題になりますので、トレーニングできるだけ早いうちにその辺を直すことが必要になります。フェーズの作り方とか、あとはその時期に応じての食事の組み立て方ですよね、食事戦略のところ、ここもやっぱり先生大事ですよね。若いうちはもうガンガン食ってとにかくでかくするというのもあると思うんですけれども、そういう方ばかりではない、30歳40歳あるいは50歳からトレーニング始めるって方とても多いと思うんですね。そういう人がもうとにかく食いまくってトレーニングとなりますと、ただ脂肪がつくだけということになりかねないです。で、脂肪がついて後で減量すればいいと思っても、その時にどんどん筋肉落ちてしまうというようなことになってしまったりしますので、まず自分の体をしっかり状態を見極めて、まず体脂肪を削るのか、それとも筋肉を増やすのか、どのような食事にしていくのかということを最初にしっかりと計画を立てていくことが大事になります。情報にしても知識にしても見極めれなくなってきちゃったかなというふうに感じるんですけど、先生ここはどうなんでしょうか。実際のところは筋トレ大学見てればいいですよみたいなことを本当は言いたいんですけど、そういうわけにもいきませんので、皆さんいろんなそうですね、おすすめ動画とか出てきてご覧になっていると思うんですけれども、それを片っ端から試すわけにもいかないですね。で、試してちょっとダメだったからといってそれがもう絶対ダメというわけではないです。その時の体調に応じてもしかしたら良かったかもしれないですし、悪いかもしれないということもありますので、いいか悪いかということをしっかりと判断してくれる人が、客観的に判断してくれる人が必要になってきます。自分で判断ってなかなかできないんですね。結構バイアスがかかって、自分でこのやり方を選んだんだから効果があるはずだというようなバイアスがどうしてもかかってしまいます。なので、うまくいかなくてもちょっとそのやり方でもう少し続けてみようみたいにどうしても思ってしまうんですけれども、そこを客観的に判断してくれる人がいれば、それ君に合ってないよと言ってくれて、ちゃんと軌道修正することができるということになりますので、できれば客観的に判断してくれる人を近くに持っておくことが大事になると思います。はい、ジムとかでお会いする方々とか必ず言われるのが、本当に1年で変わりましたねと、自分に合ったトレーニングとか必要なことを山本先生に随時ご指摘いただいたり、アドバイスいただいてやっているっていうのが今の結果につながっています。今回武田子さんがですね、この1年でかなりいい感じに体が変わってきたということなんですけれども、この武田子さんのような経験を全国の皆様にもできれば経験していただきたいということで、今回モニターの方募集いたします。そしてモニターの方に私がカウンセリングをリモートで行うんですけれども、それで実際にトレーニングしているところを見て、フォームをチェックしたりとか、トレーニングのプログラムですとか食事とか、そうしたアドバイスをリモートでカウンセリングしていきます。で、それを他の方皆様にもご覧いただけるようにしていきたいと思いますので、ぜひそこはご期待いただければと思います。詳細はですね、概要欄の方をぜひご覧いただければと思います。
それでは Q&A の方に移りたいと思います。はい、僕は広背筋の左右の発達の違いがすごく気になって不安です。これってどうしたらいいでしょうか。実際に力が違うのか、それとも単に形だけが違うのか、ということがポイントになってくるんですけれども、実際に発揮できる筋力が全然違うということでしたら、これはもうこれまでお話しているようにですね、ダンベルとかで片方ずつやるのではなく、バーベルで両方一緒にやるというようにしてみてください。筋力が違うのであれば、ちょっとどちらか弱い方にずらしてもそうすると均等に引けると思います。で、均等に引いていって少しずつ正常な位置に戻していくんですね。そうすることによって左右差比較的早く直していくことができますので、そのような両方で行うようなトレーニングでまず左右差を直していくというようにしてみてください。そして形の違いなんですけれども、これは例えば上腕二頭筋とかですね、左右で全然形違う方結構多いと思います。これはもうどうしようもない筋肉の最初のですね、腱とか、まあ、骨とかとの付き方で全然変わってきますので、そこはもう、気にせずにそのまま両方で筋力を伸ばしていく、筋肉量をそのままの形で増やしていくというようにしていただければと思います。先ほどお話ししましたように、概要欄の方をご覧いただいてですね、ぜひモニターにご応募いただければと思います。そしてこのモニターの方を私がカウンセリングする、そのシーンを皆様にもご覧いただけるということになりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。本日はこのモニターご応募のことと他に左右差についてのお話をいたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。